こんにちは。賃貸のまさき、イメージキャラクターのまかすくんです。本日はですね、京都府国宮にございます、三素で優等物件の202号室のご紹介動画となります。それではまかすくんと一緒にご紹介させていただきます。はい、さあまずこちら玄関ですね。玄関もね、広く取られておりまして、下駄箱収納ですね、上下に2箇所ついております。さあ玄関入ってすぐ右手側にはですね、このようにウォシュレット付きのお手洗い入ってございますね。まだ左手側にはですね、洋室がございまして、はい、大変日当たりのいい、こちら洋室ですね。はい、収納の方がですね、このように、クローゼット収納、またハンガーポールもね、しっかりとついた収納となっておりまして、もちろんね、こちら、衣装ケースも積んでいただけるようなね、高さもしっかりとございます。はい、こちらにね、エアコンなどもつけるようになっておりますね。はい、このように大変、日当たりのいい物件となっております。はい、それではこちらリビングの方入っていきます。まずこちらですね、モニター付きインターホンついておりまして、こちらはマカスくんおすすめとなっております。はい、さあキッチンの方ですね、キッチンこのように、上下にねしっかりと収納設備ねついております。しっかりとねこちらはコンロも置けるようになっておりますし、調理スペースもね、はい、しっかりと確保されております。さあキッチンのですね、こちら裏手側になりますが、こちらは室内洗濯機置き場ですね。またこちらシャンプードレッサー付きの独立洗面台がね、こちらにございます。はい、またですね、こちら、お風呂場になりますが、ゆったりと使っていただきます。浴槽に、換気窓、浴室乾燥機となっております。はい、こちらですね、くつろいでいただきます。お風呂場となっておりますね。はい、ではこちらのリビングの方ですね、いきますが、リビングの方もね、はい、このように角部屋ということでね、窓もついております。さあ、バルコニーの方にね、出てまいります。はい、こちら窓を開けていただきますとですね、はい、バルコニーね、このようになっております。はい、しっかりとこちらでですね、洗濯物を干していただけるようになっております。はい、またお隣のお部屋ですね、こちらも洋室となっておりますね。はい、こちらも、日当たりのいい洋室ですね。収納はこのように段タイプの収納となっております。衣装ケースでね、積んでいただけるようになっております。はい、それではこちらの物件のご紹介以上で終了させていただきます。最後にマカス君からお知らせがございます。賃貸のまさきではネット予約サービス、お迎えサービスなど各種サービスを行っております。奈良のおもてなしの心、賃貸のまさきではお客様のお部屋探しを全力でサポートいたします。本日はご視聴ありがとうございました。